everybody, and a quick announcement now. We would like to ask you all to kindly stay seated during the match. Thank you for your cooperation. これは強敵だな。フットボールファンの皆さん、こんにちは。勝利に向け、2チームが全てをかけてぶつかり合い、運命の女神は果たしてどちらに微笑むのか、注目のマッチです。本日のゲームはイーストボールスタジアムで行われます。この時間はアルビレックス新潟対アルセナル、こちらの一戦をお楽しみいただきます。今夜の現地ですが晴れの様子、両チームいいコンディションの中今夜のマッチを迎えました。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。それでは今日のゲーム見てまいりましょう。アルビレックス新潟対アルセナル、シュートー入ったー、見事な決勝タイム。鮮やかなカウンターからのフィニッシュ、相手としてはこれ止められないですよね。マイボールにしてから早かったですよね。動き出しのタイミングもバッチリで、選手同士が連動したいいカウンターでしたね。そして同時に試合終了です。まさに電光石火、勝負は一瞬でしたね。いや、スタートから勝負をかけてきましたよね。この勢いが見事にはまって、この結果につながりましたよね。素晴らしかったですよね。さあ、そろそろ放送時間も少なくなってきました。解説は北澤豪さんにお願いいたしました。北澤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。新潟が見事突破を決めたゲームです。